無観客で開催することを本日の理事会で決定しました。日本相撲協会は今日の臨時理事会で今月8日から大阪で開催予定の大相撲春場所を無観客で開催することを決定しました。政府からスポーツイベントの中止または規模縮小の要請が出る中、協会の八角理事長は中止という選択肢もあったが楽しみにしているファンのために無観客での開催を決定したとコメントしました。本場所が無観客で開催されるのは今回が史上初めてです。また販売済みのチケットについては払い戻しが行われます。一方でプロ野球の広島カープですが、新型コロナウイルスの感染防止策を講じながら公式戦の入場チケットの販売を始めました。今日カープのチケットを購入できるのはすでに配布していた抽選券で当選した1200人です。新型コロナウイルスの感染防止策として購入者が入れ替わるたびに販売窓口を消毒する徹底ぶりです。チケットの購入を待つ人は直径およそ2メートルほどのカーペットの上に立っています。周りの人との距離を保ち新型コロナウイルスの感染を防ごうという取り組みです。球団は購入者にマスク着用を義務付け、周囲の人と一定の距離を保つように呼びかけていました。マイクのところとか窓口のところをちょっとまあアルコールで拭いてくれたりしているので、